ザ・ロード・トゥ・2027、2023年の秋のコンサートでは、ブラームスの晩年の商品たち、作品116、117、118、119を演奏します。で、今日はその作品について私が考えることであったり、そしてその作品をどう紐解くのかということを、有田正弘さんとご一緒してお話を伺いたいと思います。有田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。有田正弘さんは皆様よくご存知のも素晴らしいフルート奏者でいらっしゃいますし、古楽研究の第一人者でもいらっしゃいます。で、なぜ今日ね、そのブラームスのお話をご一緒するのかということですが、ブラームスってすごくその古典といいますかね、研究していたそうですよね。そうみたいですね。彼自身、クリス・サンダーっていう音楽学者と一緒に、18世紀の、フランスのクラブさんチェンバロの大家のフランソワ・クープランの楽譜の、原典版の出版を行ってるんですね。そうなんですか。で、ベートーベンに非常にこう傾倒してたっていうか敬愛してたので、その様式とかいろんな理論とかそういった古典的なものに非常にこう彼は向いていたと思います。そんなその古典的なものの考え方であるとか、後にね、私ぜひその習字学、音楽における習字学ということの、お話も伺いたいんですけれども、そういった要素がブラームスの作品の中でどのように生かされているかというようなお話もぜひ後で伺わせていただけたらと思っています。そんなブラームスがこれらの作品の中で一体何を語っているのかということをいろんな方面から今日は紐解いてみたいと思います。それでは、まず私がこれら作品から思うことからお話しいたします。私自身20代の頃からこれらの作品はもう聴いても弾いても泣けていました。で、それはブラームスの晩年の境地、ブラームスは1897年に亡くなるわけなんですけれども、その5年前、約5年前の60歳の頃に、1892年から93年にかけて書かれた、この作品たちに20代の私が泣けたということ、そして今、私自身がちょうどブラームスと同じ年齢になって、また泣けるということはとても興味深いことです。この曲の中に、人生の中で失うという感覚を見出すからかもしれません。で、若い頃はその時に持っているものでも、まだ見ぬものでも失うということへの恐れがありましたし、そして今は積み重ねてきた時間さえも今では失われたものであるというような認識、失ったことと重ねてきたことは同義語、同じことだという、そんな感覚をこれらの曲から感じるのです。ブラームスは約1年という短い期間でこれら4つの曲集を書き連ねていますけれども、次々とこれらを書く、そこには何があったのか、どんな心持ちだったのかということも考えます。これらの曲を書く1年前、1891年にはブラームスは遺書を書いて身辺整理を行いました。自分の死を見据えて作曲活動、演奏活動から身を引いていく準備をしています。で、ブラームスは若い頃からベートーベンを尊敬して、作品としては構成としても完成された非の打ち所のない作品を書こうとしてきたのだと思います。何度も何度も書き直して推敲を重ねて作品を発表してきました。それが1890年には手紙に、もう年を取り過ぎたと思うし、精力的には何も書かないと決心したと。私は自分の人生が十分に勤勉なもので十分に達成されたと思うと書いています。そんな心の持ちの中で書かれたこれら作品は、完成された立派な作品を書こう
というところから離れたこうブラームス自身の内面を書き連ねたのではないかなと思います。1892年には親しい友人も亡くなり、お姉さんも亡くなり、家庭的にはブラームスは天涯孤独の身となるわけなんですね。そんなブラームスが人生を振り返ってどのような思いを持つのか、今回の講演のタイトル、ブラームスの想念とは、このことから来ています。人が人生を振り返るとき、人は何を思うのか。ブラームスの人生に思いを馳せるときに、クララ・シューマンとの関係について考えなくてはならないと思います。ブラームス、シューマン、クララをめぐるお話はこれまでも語られてきたことですが、ブラームスとクララの間にはクララが亡くなるまでなんと44年間の手紙の王冠がありました。その44年という長きにわたり、信頼、愛情、友情の積み重ねがあると、その中にあるさまざまな感情を思わずにはいられません。思い出とはどのように慈しむものなのか、肯定、否定、入り混じったさまざまな複雑な気持ちのかけらたちが寄り集まって思い出というものを作るのかもしれません。そしてそのような積み重ねを重ねて経てきたブラームスとクララですけれども、この時期、シューマンの作品の出版をめぐる件でクララのブラームスに対する怒りにより2人の間に不和が生じるわけです。ブラームスにとってはそれはもう意図しないことで大変につらい出来事でした。そんな時期に書かれたこの116から119への4つの曲集を貫くテーマは、私は人生を振り返るということなのではないかと思います。で、それぞれ一つ一つのセットにテーマはあるのか、思い出というのはなんか万華鏡みたいなもので、もうさまざまな思いがこう複雑に絡み合って複雑な様相を呈するものですから、でもあえて、私なりにそれぞれ一つ一つの曲集を考えてみたときに、例えば作品116は、人生の終わりに近づくことへの衝撃、例えば最初の曲なんかは、非常にこうなんか衝撃的に書かれているわけです。2曲目なんかは、何でしょう、移ろいながらもこう透徹した目線というようなものも感じますし、これら曲の中で何て言いますか、人生の最後に向き合う中の悲しみというようなことも感じます。どうしたらいいかわからない、どう受け止めていいかわからない、どこに向かうかわからないような曲が出てきたり、かと思うと次の作品117、この曲は3曲なんですけれども、心の傷、悲しみ、それから懺悔。1曲目にはヘルダーという人の詩が添えられています。それは、安らかに眠れ我が子よ、眠れ美しく、私はお前が泣くのを見るのは忍びないと。ブラームスはこの作品について、
私の苦しみの子守歌と述べていたと言われています。2曲目も本当に悲しい、心の痛みを持っている人の、悲しみ、3曲目はやはりヘルダーの詩が添えられていた可能性があるとも言われているんですが、それは「ああ悲しい、ああ悲しい、谷へと降りていく」。そんな117の3曲は心の傷、悲しみ、後悔、懺悔、そんな思いで彩られているように私は思います。次の作品118は、第3曲目にバラードがあったり、第5曲目にロマンスとタイトルがついている曲が入っています。私は118はあえて言うならば愛にまつわる要素というふうに、捉えられるかなと思います。1曲目そして5曲目のロマンスは本当になんかこうロマンスというものが人間界だけの、愛だ恋だというだけではなくて何かこう天上に高められたような愛、ロマンス。でも、この118のこの曲集の最後の曲はとてつもなく寂しい悲しい曲になります。なんかこう成就しない愛、もしくは成就するしないをも超えた愛そのものの悲しみなのではないかなとも思うんです。この音をから始まってもう行き場のない思いがこう何と言いますか、浮かんでは消え浮かんでは消えというような、それが作品118、そして最後の作品119ですが、第1曲目のことをクララは灰色の真珠と言いました。
寂しさとはこのようなものだ。人生は割り切れない。でもそれを含めて人生であって、人生は称えるべきものだけれども、心の行き場はないのだと。そんなことなのかなと思います。この作品119、今の灰色の真珠から始まりまして、もう心がさまよい、でも人生の中の幸せな時間というものもあり、最後は称えるべきものである人生があると、そんなこれら4曲なんですが、クララとの不和、もうそれはブラームスの心の中のとてつもない大きな痛みとなったクララとの不和において、ブラームスはクララに、あなたとご主人が私の人生の最も美しい経験です。その経験には最も豊かで最も気高いものが表されていますと、そのように手紙に書きました。そしてこの作品118、119の作品をもってクララは、この美しい作品たちをもって私たちの友情を元の鞘に収めましょうとブラームスを許しました。この4つの曲集に対しての私の思いを語りましたが、最近私は音楽、音と言葉の境目が曖昧になってきたというか、音も言葉のようであり、言葉として発せられる気持ちは音楽ではこのようなのではないかというように思えるようになりました。で、それはなぜかって考えますと、やはり音楽の中の音型、音の形、連なり方、音程、どういう音程なのか、それからリズム、どんなリズムなのか、そしてどのような調整なのかということが表現する意味というものがあるからだと思います。で、この4つのセットには、この4つの曲集を貫き、連なる、そういった音楽の意味合いがあると思うんですけれども、それは渦巻くような音型、先ほどもいくつかパターンを弾きましたけれども、どれもこう一つの音の周りをこううろ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 、回っていたり、さまよっていたり、考えあぐねていたりというような渦巻くような音型、それから拍節をまたぐ音のつながり、1拍目がスパンと1拍目ではなくて、1拍目の前からの音が1拍目を超えて次にまでつながっていて、どこが1拍目なのかわからないというような、何かこうつながっていく感じ、そして常に下がっていく音たち、どの曲も始まってから音がどんどんこう下がっていくんですね。で、それはやはり割り切れない思いがそこにあり、かくも割り切れない人生は悲しいとこう下がっていくという、そういったことがこの4つを貫いているのではないかなと思います。それでは作品118-2なんですが、この曲を私は例えばこのように感じるということをちょっと語りながら音にしてみたいと思います。今の自分は
静かで平和なのだと。でも振り返れば、音が昔が優しく切なく蘇ってくる。ことがあって、たくさんの出会いがあった。もしもあの時何かが変わっていたら、何か違っていたら、自分を慰めてくれるのは、大いなる自然と時の流れ。でも心はまだ揺れ動く。そこへ天から美しい声が降りてきて、悲しむことはありません、あなたはあなたの人生を受け入れたのですと。その声に包まれるけれども、心の傷はあまりにも痛くて、
きらめの中で時の流れが自分を癒してくれる。今はすべてを受け入れた静かな穏やかな気持ちのみが残っている。いや、いろいろお聞きいただいてありがとうございました。最初のところで私その音楽における習字学ということをちょっと言葉にしたんですけれども、そもそも音楽における習字法というのはどんなものか、まずちょっと伺わせていただいてよろしいですか。はい、もともと習字学というのは弁論術、いかに自分の思いを相手に的確に、で的確だけではなくて、印象深く、それで最後には感動まで、ですから相手の気持ちをしっかりと掴んで自分の言いたいこと、それがもともとだったんですね。それで16世紀の終わりぐらいになって音楽にも、音楽っていうのも音のメッセージですから、言葉と同じように ね、本当おっしゃる通り、ですからその音の中にどういうメッセージを込めるかということで、これは当然その弁論術、喋り方、の技法というものをこの作曲の中に取り入れようという動きがあって、もともとは作曲の技法ということが習字学、音楽習字学という形で入ってきて、で17世紀から18世紀そして19世紀の頭までずっと語られたんですね。ですからブラームスは19世紀の後半の人ですけども、彼はそういったものを当然受けています。それでさっきもお話ししたように18世紀の音楽作品を出版したり、そういった音楽に非常に傾倒してたというか、非常にこう、理解をしてた人なので、習字法っていうのは当然知ってるわけですね。そうですね、作品の中にそういった習字法の考えを取り入れてブラームスが書いているとしたら、その演奏する方からしたら、じゃあこれらの音たちは何を意味するのかということを探す一つのつてになりますよね。そうですね。どんなことをその習字法で見ていくんですか。そうですね、習字学っていうのは非常にこうぼんやりとした言葉なので、ですから音形、で音形っていうと非常にある特定のものを意味してしまって、意味としては狭義、狭い意味になりますけども、その音形を超えて、つまり象徴でも何でもなくて、比喩のような、比喩、綾のような、そういったものとして捉える部分と、もう一つは、本当にこう狭い意味のその狭義なね、音形として捉える。それで作曲家がある音符を書くときにその意味を込める、それを演奏する人が分かってると、そういう形になるっていうことですね。それドイツ音楽の伝統の中にやっぱり根付いていったっていうことですか。そうです、ドイツとイタリアですね。それでもちろんフランスも。あ、そうなんですね。はい、さっき私118の2を、の作品を、私なりのこの曲が一体どういうことなのかと、どう受け止めてるかということをちょっと語りながら弾いてみるということをしてみたんですけれども、有田さんがその習字学的なことをそこに投影してご覧になると、どんな感じなのかなと思って。実は僕、今中道さんが演奏なさってね、中道さんの言葉ですよね、詩、詩をつけて、であれがこの作品の中にちゃんとあることを中道さんはそれを投影してこうおっしゃったんです。ですから、この作品の中にいろんなその、性格、これを習字学ではフィグールっていうんですね。フィグール、これは英語で言うとフィギュアですね。はい、ですから形なんだけども、先ほども言いましたように
形を超えた比喩的なものもあるので、でそれが多分中道さんの言葉になった、ね、物語を、これ曲全体の物語を、うん、本当にすごく的確に表現なさってると思ってびっくりしました。この曲の冒頭なんですけどもね、うん、はいはい、これちょっとピアノでしましょうか、はい、どこがどんな感じなのか、この最初のところですね、はい、でこれはアフタクトから出てまして、これ4分の3拍子なんですけども、あ、そうですね、1、2、3拍目がこの出だしっていうことですね。でこれは音楽の中ではもう当たり前よくあるパターンで、アフタクトで曲が始まる、うん、はい、だけどこれがタラリーンタララン、この場合のアフタクトっていうのはため息なんですね。あ、ため息で、で次に、で次に、でこの次は最初は控えめな、うん、そうそう、ここまででこのレの音っていうのはね、はい、だからティーララってこう、ここで憧れの6度とかそれを超える7度とか、はい、そういう 音程があるので、ここでためらいがちな、なんていうんですか、ススピラツヨっていうんですけども、ため息をついて、それで持っていくっていう、はい、ため息をついて持っていく、はい、これで、うん、この音楽は割と最初は普通っぽく出てきてるんですね、うん、ところがこれを楽譜をよく見ていくと、例えば17小節のアフタクトから和音の変化を作りながら、左手の動きっていうのが、そこですね、はい、この左手が3、1、2、はい、それから3、1、2ってこう小節をまたぐように、はい、そうなんです、これが3拍目から始まってるので、1、2、3、1、2、3、1、2という形ですね。そうなんですね、うん、ブラームスのこの書き方っていうのは小節線を超えた書き方をする、はい、これはまあ様々な思い、はい、ある一つの規定にとらわれないでそれを超えていくっていう、あ、くしくも私がいろんなことがあったです、いろんな出会いがあって様々なっていうところですね、っておっしゃった、そうなんです、はい、だからまさにその通りなんです、はいはい、そういうふうに書いて、うん、ですから人の気持ちですね、演奏者も聴く人の、耳も感情も、はい、全部ここに書き表そうとしてるんですね、はいはいはい、これが非常に面白い。それから、はい、これはまあキアスムスっていう言い方、これキアスムスというのは複雑な多重にわたる感情ですね、はい、ある一つの感情ではなくてこれに相反する感情、この中間部の49小節目、はい、ここのところ、そうです、はい、これが左手がほとんど3連符、で、上声部は普通の、はい、左が3連符、はい、そうですね、でその中にその3連符の中に、はい、そのソプラノのメロディーの応答のようなものが、はい、ブラームスはスタッカートで書いてます、右手のそうです、ね、が左手の3連符の中に、はい、あるという、でここは単純に見ると3つの感情が交錯してるんですね、あ、だけども音的には3つ以上のものが聞こえてくるように書いてるって、これはまさにその多重な、うん、ここもうすごくその気持ちが複雑だと、雑心の中の複雑さを表しているということなんですね、ある一つ の結論を言うんではなくて、うん、これもありあれもありそれもありっていうか、そういうふうにだん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 音楽が複雑になって、ですが、はい、その今49小節目よりもちょっと前なんですが、はい、面白いこのメロディーの解決をするときに、はい、これは愛のフィグルって言って、愛のフィグル、はい、愛を表すフィギュールがあるんですね。愛を表すというのは、はい、例えば3つの音でよく表すんですが、これはもちろん3つだけではなくて他の音を交えてもいいんですけども、はい、主要な音符っていうのは例えばソの音がで解決するとき、例えば波長調で考えるとドっていう、ド、はい、うん、ところがソシドとか、ソシドって解決するわけですよね。そうです、この形を愛の形、フィグルの基本ですね、基本、3つの音符が、はい、っていうか2つの音符が3つ目の音符に帰結するという、あ、
これがここに行きたいよというのがこの愛の形、はい、でそれはあの気持ち人の気持ちっていうものを、うんうん、友情であったり、まあ、親子の愛情であったりいろんなあの男女の愛とかその一つの音に帰結するっていうこれは愛がないと信頼がないとダメっていう、うん、それがあの、はい、まず、37小節目の、はい2、3拍目にピアノの右手のドレドレソソラってレドレソソラレソラって言って帰結してますねこれ 愛の形、はい、ところがこれ、はい、レドレっていうので、はい、これは少し迷いがあるんですねこのレドレがあることによって迷ってでも愛の形でこう収まるそういうことですでこれ最初に1回出してるんですね、はい、1回出てきます、はいはい、まず出てきますで今度39、40、41小節目、はいドーシソーラっていうのがありますね、はい、これが2回目さっきはレドレソソーラだったのが今度ドーシソーラに変わっていってそして44、はい、5小節目これは左手が今度キアスムスっていうさっき言った多重奏のバスを持ってるんですねそこにメロディーがあって、はい、それで解決させるように書いてますこのレシソーラに対して左手がそうというこの左手の上に乗った上で解決するだからこの愛の形が3回出てきてそれが様相が変わってきてで最後のこの解決に向かっていくというドラマがそこにあると考えられる、ね、ということでこれが3回ここで繰り返されて形が変わるけど、はいはい、3という数字の持ってる意味っていうもの、ねはい、やっぱり安定っていうのがありますね3というのは安定ということ、そういうことですね、なのでここの終わりのところではあのあこう安定に向かって揺れ動く愛の気持ちがこう平和というか平穏なところに向かっていくということがそういうことですこう見て取ることができるということですねあの今僕が申し上げたこの話っていうのは、うん、この曲だけではなくてもういろんな他の作品の中にも、はい、あのこういう書き方をされているものがあります、はいでそして、はい先ほど、これもびっくりしたんですが、はいこれは57小節目ピューレントから、はいはい、これはもうコラール風の祈りですよねあ先ほどそう天から美しい声が降りてきてといったところですねまさにそうですそうですねコラールですもんねコラールですでまあ、あとはあの同じメロディが今まで出てきたものが、はい、あの左手がまた変化されてそうこうやってどん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 変化していく、はい、ですからこの曲全体の、イメージっていうのは何なんでしょうやっぱりその愛というものがどんな形なのかっていうこと、うん、でこれはブラームスはクララ・シューマンにこの118を捧げてますよね、はいはいでこの曲とその119でクララの、はい許しを得るという、はいはい、ですからそういうこともあったのかもしれませんねうんこの118の中にこの4つの曲集の中では唯一あのロマンスと言われている、はい、あの5番というのがあるんですがで私さっきこれはそのなんか人間のそのなんて言いますか恋だ愛だというのとはちょっと違う感覚を持つというようにもお話ししたんですけれども普通ロマンスっていうととっても甘くて、はい、あの美しい、はい、とろけるようなね、はい誰もが分かるところがこれ誰もが分からないように書いてるんですね、はい、でもこれがブラームスがあのクララに寄せたロマンスっていうふうに僕は受け止めたいなと思ってるんですね、はい、で面白いのはあの、はい、ヘ長調っていう調整なんですけどもまで始まる調整、はいはい、これがヘ長調の意味というのがあるんですか、はい、ヘ長調というのはあの18世紀のさまざまな音楽家たちがこの調の性格から言うと、うん、最も美しくあの、うん、人の心の中に自然に入ってくる美しい調整であると、うん、と同時に、はい、あのこれは田園を意味するんですね、はい、ベートーベンの、ね、シンフォニーも田園が
ねえ、ヘチョウチョですね。ヘチョウチョですね、まあ、これは全然偶然ではないんですけれども、はい、ヨーロッパ人にとっては田園というのは何を意味するかというと、ただその田園風景の、自然があって、うん、草がなびいて鳥がっていうだけではなくて、イエス・キリストの生誕を意味するんですね。はい、田園というものの要するに小屋の中で生まれてますよね。で、そこで生まれたということで、それが田園とつながっていくんです。それと同時にこれはイエスの意味を持つんですけれども、日本人でいうと彼岸ですね、向こう側の世界、はい、でこれは西洋人も17世紀から西洋東洋哲学をヨーロッパに入れていくんです、はい、そうするとこの田園というのもそういう意味を持ってて、彼岸ということを意味するんですね。で二丁々も実はそうなんですけども、はい、ところが二丁々はそれ以上にもっと明るくて力強いっていう、うんうん、神を賛美するような調整っていうふうに言われてる、はい、ですがここで、ヘチョウチョウっていうのはそういった悲願かなと僕は思って、なのでこうロマンスといってもちょっと天上界のロマンスというか、そうなんです。そんな感覚を持ったのはそのエフドゥアヘチョウチョウという調整の持つ性格にもよるんですね。かもしれません、はいはい、そして、はい、面白いこの処方なんですけども、はい、内省がユニゾンで随分書かれてるんです。はい、そう、だいたいユニゾンですよね、ずっと。そうなんです。その上を上下を、まあとかもコラールのようにハーモニーが、の間をこのというのが流れていくという形ですよね。そうです、この曲、うん、これはで今中道さんおっしゃったように、うん、コラールのようにまさにこれコラールをちょっと彷彿とさせるような、はい、だけどもこの中にこのユニゾンっていうのは何を意味するかっていうと、はい、ユニゾンっていうのは完全なる調和なんですね。あ、オクターブのこの、はい、というものは完全なる調和を意味する。そうなんです。何がこの2つの音をつなげているのか、でしかも内省に書いてますよね、はい、ですから外側に表すことではなくて、内にあるその秘めたる思い、それが完全な調和をするっていうのは、おそらくブラームスはクララと自分の思いをこの中で結びつけようとした、はい、だからこの曲をロマンスと題を。そうだと思います。なるほどね。でもこれは多分クララがこれを見ればわかるということですよね。このオクターブで調和のユニゾンが中にあって、外にコラールがあり、それがそういった天上界を表すような調整で描かれているというところにどんな意味があるのかということね。これが出て、それで最後にこの曲の週の最後が、はい、これラルゴへメストって、メストってもう本当になんか悲しみの悲しみの悲しみのどん底の、もっともっと、ね、深いところね、もう一番悲しいこの言葉が書かれているのが今の天上界のロマンスの次にあると。でこの曲章終わるっていうのは、そうです、ちょっと悲しすぎますね。悲しすぎるし、なんか非常に意味が複雑ですね、はい、でこのタラリラリラリラララって、これはもうお分かりのようにある音の周りにうろうろしてる、もうどうしていいかわからないね。でこれ聞く人、楽譜を見てない人はこれ何拍子かわからないですよね。確かに拍感もわからないですね、ええ、でそのようにわざと書いてるし、そして突然左手からこう、ね、これは非常にその心の中の不安定感とか、はい、そういうものを表そうとしてて、はい、で最初のその右手のソロですけども、これはまさに迷いですね。はい、このこれ迷、本当どう聞いても迷ってるように聞こえますものね。でそれで下からこう上がってくるその迷いの中に、ふっと心の中にこう何かが訪れて、何だろうっていう、そういうちょっと、そうですね、言葉を選ばなければ
不気味。不気味、そうですね、確かに。だってこれ不気味以外の何者でもそうなんです、この和声から言ってね。そうですね。でそういうところがまた17小節目、これは非常にまたユニゾンなんですけど、これもユニゾンになりますね。これはクララがこの音符を見た時にどういうふうに感じるかわからないけれども、ブラームスは非常にこう深い闇の中にそういった迷いを静かにこう収めようとしているのかもしれない。で今僕がこうやって申し上げていることっていうのはどちらかというと象徴的な話になりがちなんですが、あのこれは修辞学では象徴と修辞学は全然別物なので、あのもっとあのまあ先ほど比喩っていうのもあのちょっと、具体性から外れてますけども、あのちょうどそうですね、象徴的なものと具体的なものの中間に位置するようなそういったものかもしれないです。でもそ あの象徴と具体の中間に位置するから音楽の修辞学が成り立つんですよね。すだって具体でしたら音楽である必要はなくて、あのもうはっきりとした言葉になりますし、象徴だけだとやはりこうなんというか取り留めがないというか、あのその間にあるから逆にこの可能性が広がっていくという、その修辞学なんですが、この曲の中で、私が見つけた共通することは、なんかこう渦を巻く音形、うん、これは意味ですとか、なんかそれに対する言葉とかあるんですか？先ほど何度か口にしてますけど、そのキアスムス、キアスムスという、はい、でこれは本当に一つにこうまとめることができない、でそれが相反して矛盾するけれども、矛盾するものがないと何か表現できないって、うん、もうですから、これは何かっていうことが言えないけれども言わなくてはいけない、はい、そういったものがこの曲の中にね、はい、本当に、はい、でこれ4セットですね、116から19まで、はいはい、それがかなり入ってますね。そうですね、ほとんど全ての曲がそうもうそれがもう絶対出てくるというところと、あと下がっていく音がどんどん、はい、下がっていくっていうこと、まあこれは誰しも考えつくことなんだけども、はい、まあ、マイナス思考ですね、はい、ネガティブな意味を持ってる。でこれは修辞法の中ではカタバシスっていう、はい、フィグールの言葉があるんですけども、はい、それに対して上がっていくのは明るさとか、はい、ポジティブな、はい、これはアナバシス。でもこの曲集を見ると非常に下がりが多い、どんどん下がるばかりなりという、そうなんです。ところがあるところでこう上がるんですけども、はい、その後やっぱりちゃんと下がっちゃうんです。そうなんですね、曲の真ん中の中間部で何かこう上がった明るいほのかな、なんか希望を見せるようなところがあっても、また最終的にどんどん下がっていくという、そうなんです。最後に明るくなる曲はないですね。ないですね。でこの今の曲たちの中でもう一つ白雪をまたいでこう連なる音、書き方として日本語では連行っていうんですね、はい、でこの、1曲118の1、はい、これは左手がもう2小節間またがっちゃってますよね、はい、でこれは連行の典型的な長い連行ですね。で先ほど18の2も、はい、そういうふうに書いてあるってお話ししましたけど、はい、それによってその気持ちがどういうふうに、最初は割とこうまともにやったけど、それをもうまたいでいくっていう、そういう気持ちですね。なんか懇願するとかそういうものもあると伺いました。ありますね、デジデリウムっていうんですね、はい、でそれはどういうかデザイアですね、憧れとか懇願、はい、プリーズとか、はい、ドーシーイラって、これもドーシーイラ、それでこの中にはススピラツィオも入ってるし、はい、それから大きなため息の中に懇願が入ってますね。あ、このため息はススピラツィオっていうのはこういうのとか、そうです、アーフタクトからでタラ、はい、だけどこれスラーがついてますから、はい、タラとはできない、はい、タラで、ここに
ブラームスはアパショナートって書いてますよね、はい、その非常に情熱を持って、はい、ですからそういういろんなものをその情熱がもうカバーしちゃって、情熱を持ってため息を持って懇願するみたいな、ザーッていいですね、すごく複雑な、でそこに左手がグラーッとこう上がっていくという、それで上に上がっちゃうんですよ ね、 そうですね。でこの後あのこの一瞬の間ですね、はい、これがあの絶句という、絶句の間があって、はい、アブルプツヨって言うんです、アブルプツヨというなんかね、うん、このレトリックの用語、はい、フィグールを言うと、はい、あの恐竜たちの名前みたいだと思う本当ですね、なんかあの、ね、ラテン語はやっぱりねそんな感じの、がいたします、まあ、でもそういうふうにこの書かれているものが、そういったレトリックのものに満ち満ちていると、まあ、それをそのブラームスが全てをこう意図的に書いたのか、あの思いを書こうと思ったらそうなったのかということの、その、ね、バランスは分からないですけれども、あのまああのね、習字学というもので音楽を語るということはとても興味深いところではありますね。でブラームスは多分それは習字学はよく知ってる人だと思います。あの若い時から声楽曲を書いてる、合唱曲なんかね、もね、いろんな意味を持つ言葉を使ってますから。ただやっぱりそこにだけとらわれるとちょっと僕は個人的には危険かなと思います。でもともとその習字学というのは先ほども言ったように、あの自分の思いを相手にいかに的確に伝えるか、あの人間の気持ちの一番自然なものを分かりやすく、みんなの共通語として分かりやすく、言うため の、 あのフィグールの用語っていうのがあると思うんですね。ですからあの習字学を知らなくても音楽をちゃんと見てれば、あの当然そうなるはずです。あのブラームス自身もね、その作曲家というものを、作曲するということがどんなことなのかという聞かれたことに対して、あの作曲家が何か永遠の価値をね持つものを書きたいと望むのであれば、そのやはり霊感の中にその見出すものがあると。でもその霊感と技量、作曲の技量、要するに方法ですよね、今の習字学もそうですけれども、の両方を必要とするんだということをブラームスも語っている。かなり晩年に彼は語ってますね、はいはい、そのインスピレーション、霊感っていうのは音楽やる上でなくてはならないもん、はい、うん、だけどその物理的ないろんな技量、はい、テクニック、そういうものとの合体ですよね、はい、うん、そうですね。演奏する立場もそういったその音符という記された記号たちからあの何を読み取って、でもそれは読み取るものはその作曲家が霊感を得て書かれたような、もうそのあの単にその方法だけで書いたものではないね、素晴らしい世界にあるものなんだということをこう確認しては、感じては確認しては感じてはをこう何度も何度も繰り返して、その作品を演奏するということに結びつけていくということなんだと思います。その通りだと僕も思います、はい、あの今回演奏するあのブラームスのこの音楽の中に見出す思いというのは、またブラームスがこういう思いで書いた、でそれを受け止める私がこういう思いで弾くということもありますし、でなおかつね、聴いてくださる方それぞれの思いの中にまた違うように聞こえてくる、でそれはお聴きくださるその方その方それぞれの人生が、それ経験が、思いが異なるからだと思うんですけれども、きっと必ずこれらの曲の中に、ああそうだよそうだよというね、なんか気持ちの重なりということをお聞きいただくことができるんだと思います。でそのでこれらの曲の中にね、そういった共感を見つけることによって何か心が救われるようなね、思いを抱いていただくことができできるのかなと思います。
ー。